金魚姫さん寝坊した。おはよう。金魚姫さんか、イホーさんが起電してたよ。うん。マリルボーンさん起きた。おはよう。金魚姫さんカレー食べに行くの？うん。金魚姫さんトムさんの忘年会は？おはようございます。みんなおはよう。おはようございます。何トム池の忘年会って、ちょっとよくわかんないわ。なんかあったっけ？金魚姫さんわらわら。カレー食べようぜ、お腹すいた。今日もみんな一日よろしくね。よろしくだぜ。マリルボーンさん言うのが気の毒に見えた。なんかあれだよね、いろいろ感じるものがあるよね。申し訳ないけどあそこには行けないよ。そこに行く勇気ないよ俺。ある？あそこに行く勇気ある？ね、ある？ねえ、あそこに行く勇気、あそこで何かを成し遂げる勇気ある？トム池から電話来たのうぜえな。人の枠荒らすなって言っといて。カレー食いに行こう。カレー。
金魚姫さん、トムさん、チャーハン作ってたよ。食わねえよ。どう考えても食わないよ。時代はカレーだから。カレー。いって、うー。タンスの角に豆腐ぶつけた。さんはドツー。はい、ドツー。ボンさん、忘年会行かないの？忘年会って何？ボンさん、トム池さんの。いや、ちょっとトム池って誰？トム池って誰？ボンさん、わらわらわら。のりこアット銀河さん、葬式会場だったよ、わら。ちょっとわかんないな。若手かな。来てください、お願いします。水をすくうようにした両手。あ、海宝さん、ごめんなさい。おはようございます、海宝さん。本当にごめんなさい。おはようございます。丁重にお断りします。のりこアット銀河さん、わらわらわら。僕ちょっと海宝さん本当に来ないの？僕どうしてもやらないといけない仕事が入ってしまったんですよ、今から。本当すいません。本当にごめんなさい。お伝えください。どうしても優先しないといけない仕事が入っちゃって、ちょっとカレーライス食べに行くんで、すいません。本当に金魚姫さん、定期和土監督はカレーを食べに行きたいらしいです。定期ありがとう、定期ありがとう。海宝さん、カレー優先。逆にみかんさん、海宝しつこいな、しつこいな。のりこアット銀河さん、行くとか振りに決まってるだろ。気持ち悪いな、なんかきついわ。みかんさん、察しろよ海宝。ラランさん、こんばんは。
はい、こんばんは。ねえ、みかんさん、ほんと空気なんか悪いね、なんか嫌な感じだね。ごめんね、なんかみんな、ごめんね、なんか空気読めない、なんか嫌な生主が。売名かな売名かな、これ。ララウさん、どうしたの。いや、なんかごめんね、解放とかいうなんか空気悪い生主がいて。くもモンさん、ワドさん、おはようから。おはよう、くもも、おはよう。なんか感じ悪いね、解放って。やだな、なんかすげえ感じ悪い、寝起きなのに。こっちは嫌な感じ、すげえやだわ。なんかララウさん、おはようございます。おはよう、おはよう。美味しいカレー食べに行こうね。イカ娘さん、こんばんは。はい、こんばんは。アイテムありがとう。みかんさん、誰だよ解放って。ね、誰だよって感じだよね、本当にね。誰だよね。ラランさん、外は寒いから厚着してね。ありがとう、ラランさん。上着着てくね。ありがとね。ほんとなんか気持ち悪いね。金魚姫さん、ショー、誰だよって。誰だよ、聞いたことねえよ。なあ、よいしょ。クモモンさん、誰よ、ばわり W。 誰だよって感じだよ、ほんとに。勘弁してほしいよね、ほんと。のりこわっと、銀河さん、知らん人だな。知らん人なんだ。なんかあれかな、わかんないね。最近勢いのある人なのかな。常夜どっこよのドドリアさん、東京中野で今日おつややってるようですね。 W 不吉だから近づかないようにしましょう。 なんかね、なんか平成の終わりって感じがするよね、なんかね。はじめまして。そうなんだ、お葬儀やってるんだ。のりこわっと、銀河さん、本当に不吉わら。なんかすごいオーラだよね。なんかあのハンターハンター、あ、見えるよ。ハンターハンターでいうとこのなんか念能力者でしょ、あいつら。なんかあのグループでなんか呪いかけてくるタイプの念能力者タイプでしょ。あの4人の力でなんか念能力増幅していくタイプだよね、なんかの。金魚姫さん、今トムさんテロップからワドさんの名前消してたわ。むしろ名前載せるなよって感じだよね。最初から名前を載せるなって感じだよね。金魚姫さん、わらわらわら、失礼。ステファンさん、沼が集まるとまともな話が一切出ないんだな。いや、だからステファン、だからまともな話がねえんだよ。いや、ステファン、闇を感じると。銀河さん、まじないのカード使い、うん、そうだね、呪いのカード使いだね。うん、頑張ろうね。うん、俺も大嫌いだよ、解放のこと。いやいや、いやよさんね、いやよさん、解放大嫌い、ワドさん頑張ろうねって、それね、NG じゃなくていいよ。いやよで書かなくていいよ。みんな嫌いだから、ここにいる人間ね。え、みんな大嫌いだよね、解放のことね。ラランさん、わい。うん、もう一回書こう、みんなで確認しよう。解放のこと俺大嫌いだけど、みんなどう。金魚姫さん、わらわら、うん、そんなのね、 NG ワードで書く必要ないよ。だってみんな嫌いだもん、ここにいる人。今好きなやつなんか一人もいない。ラランさん、私解放嫌いなの。うん、大嫌いだよね、わかる。
も嫌い。金魚姫さんの、ね、のりこあっと銀河さん嫌い。みんな嫌いだよね。ネタじゃなくてマジで嫌いだよね。裏切り者だからね。花火師泥棒って呼ぼうぜ。花火師泥棒って、うん、俺の花火師のあのスネップくんを奪ったんだよ。スナップくんを。花火師泥棒って呼ぼう。もう俺と、もう俺の7年リスナーやったら。あ、どうもどうも。本当に解放さん深く傷ついています。うん、いくらでも傷ついていいよ。いくらでも傷ついていいよ。うん。金魚姫さんわらわら。聞こえる？聞こえる？金魚姫さん、解放さん、ぐさって。行こうか。ねえ、そんな裏切り者とか俺大嫌いだから、最初に裏切ったのどっちだよって感じだよな。散々裏切られ、散々可愛がってきて、散々ねえ裏切られてね、何が深く傷ついてるだよな。一回頭打って死んだ方がよ、ほんと。よく言えるよね。あんだけさ、あんだけ裏切っといてさ、あんだけ不義理なことやっといてさ、考えられないよ、マジで。おへの CD さん、ふわねえ、ふわだよね。あた、ありがとう。よく言えるわ。あ、捨て頃の契約書来てる。あと電気代が来てる。あとネット払えが来てる。ネット代払え、捨て頃の契約書書かないと。カレー食べます。よいしょ。のりこあっと銀河さん、いいね、ありがとう。10個プレゼントしました。ダランさん、捨て頃対戦相手すいだろね。捨て頃対戦相手なんかね、誰だろうね。無名の人だね。神に愛されたリスナーさん、解放はまたこれで同情されて、和道さんが悪者になってしまうという。大丈夫大丈夫、ほっといていいよ。もうあんな雑魚解放とかもどうでもいいから。ああいう負のオーラを持ってるやつ俺絡まないから。裏切るやつは絡まないから。サミー、何食べよう。カレー屋どっちだっけな。延長します。カレー屋行こう。カレー屋、やばいね。おへの CD さん、捨て頃サインまだなの。便所さんはサインもらってから発表する。まだ書いてないね。いやでも確定だからいいよ。風があって鬼寒いよね。鬼寒いね。鬼寒い。めっちゃ寒いわ。わあ、今日銭湯最後なん。今日銭湯入ろうかな。何時前だろう今日。箱の湯11時半か。あれ今日何時だ。おへの CD さん、銭湯贅沢だね。からいや、銭湯行こう今日。銭湯で温まろ。今日通常営業だった。ダ
う三鬼のように寒いよ、湯冷めしないようにね。あ、大丈夫大丈夫、今行くわけじゃないから。金魚姫さん、解放さん、トムさんちで和戸さんの配信音出してみてない？あ、じゃあ通報して、トム池番だね。あー残念だわ、トムソーヤ池上1週間番だわ、解放のせいで。通報だわこれ、ミラー配信、あのふわっち厳しいんで、それはアウトだね。はあ、人の枠でそういうことやるんだ。解放って名前最低だな本当に。ラランさんミラーしとるの？あ、それはね、トム池さんね、もう1週間番だね、残念です。リスナーさんが通報3人ぐらいしたらアウトだね。が熱に乗って条例で決まってるらしいよ。ただ温度に科学的根拠はないらしい、うん、あ、そうなんだ、条例で決まってるんだ。寒い。あ、パンにしようかな。シトルリン、シトルシシネさんはドツー。はい、はドツー、シトルリン。お、風情があるな。いいね。今日パンにしようかな。ひのやちゃん、あるある、にも火の用心あるんだね。ある、4人組でやってたね。くももんさん、何の音？火の用心、火の用心。ただあの火の用心は言わない。ララムさん、お寿司どうぞ。お寿司ありがとう、ララン、ありがとうね。おパンにしようかな、パン食べたくなってきた。金魚姫さん、火の用心、風情だね。風情だね、いいよね、ああいうのも。無料でやってるんだろうけど、寒い中ね。あ、いや、新宿区無料でやってんのかな、なんか癒着とか賄賂とかあんのかな、なんかわかんない、すべて疑ってしまう精神が。東京おっかないから、あれで年収800万とかだったらどうしよう、結構あり得る話とかあんな。お部の CD さん、最近なんかの意見と結びついてるかもしれない。町内会とかかな。いや、わかんない、もうね、最近ね、なんか大人のからくり怖い、大人の都合、大人のからくりが怖くて怖くてしょうがない、本当に勘繰りが半端ない。寒い、寒いどころじゃねえな、今日痛いな、痛い。今日あれだわ、あのカレーじゃなくてパンにするわ。寒い、パン買おう。いやー、なんか寝てるのに起こされたんだけど、ぐっすり寝てたのにな、超気持ちよく寝てたのに。
すげえ、なんか大量の血があるんだけど、何これ。怖っ。なんで？なんでこんなとこに血が？怖っ。結構なんか拳台ぐらい、拳よりでかい、手のひらぐらいか、手のひらつが手パーにしたぐらいの吐血、鳩でも殺したのかなっていうぐらいの、誰か鳩閉めたみたいな、なんだあれ、怖ぁ。呪いかな、確かに中野なんだよね、住所。怖ぁ。あの人言ってた。あ、じゃあ通り魔だね。怖いね。気をつけないと。寒い。俺ご飯食べて寝ていい？もう一回。パン買ってパン食べて。後ろマジで大丈夫？超怖い。気をつけて。うん、気をつける。ご飯食べて寝よう、ぐっすり寝よう。なんて言ったって年末だから。そうだ、告知をします。大晦日、あの季節がやってまいりましたよ皆さん。まあね、新しいリスナーさんはね全く知らないと思いますけど、今年も開催が決定しました。今年も開催決定しました。皆さんパチパチお願いします。パチパチお願いします。今年も開催が決定しました。年末大晦日特番ですね。はい、ありがとうございます。パチパチありがとう。みんなパチパチよろしくお願いします。盛大な拍手ありがとうございます。盛大な拍手お願いします。皆さん本当にありがとうございます。今年もやりますので、よろしくお願いします。放送はね、大晦日、はい、はい、パチパチありがとう。はいはい、決まりましたので、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いやいやいや、ドラえもんスペシャルなんか見せないよ。まあということですので、パンを引き続き買いに行きたいと思います。パンを購入しましょう。ありがとうございます。はい、わたつ。え、知らないの？いやいや、毎年恒例のねえ、毎年恒例でしょ。決定ですよ。今年もやりますよ。ついに決定ですよ。よろしくお願いします。年末と言ったら、年越しと言ったらでしょう。うん、何言ってんの、毎年恒例じゃん。なんでわかんないの。逆にショックなんだけど。うわ、100均全然商品ない。あれですよ、例のやつですよ。やりますよ。あれです、あれです。言わないと分かんないリスナーがいるってびっくりな。うー、寒い。金魚姫さんなら分かった、あれだね。あれだよ、やっと分かったんだ。遅いよ、早く気づいてよ。寂しかったよ。良い子さんバーガーを。バーガー10個ありがとう。バーガー10個ありがとう。寒い。あれはあれだよね。あれですよ、全然違う。なんでワンコそばって。世界中のセレブが注目するあれでしょうが。なんで年賀状送ったの。こすり倒すよ。和道アワード2018でしょうが。和道の和道アワード2018の発表会やりますよ。みんなが楽しみにしてた。今年は誰が選ばれるかな。